よし、こんなもんだろう。いつにも増して鍛錬に励んでいたようだが、ずいぶん勇んでいるのだな。当たり前だろ。なんて言ったって光秀さんとの鍛錬の成果を披露する絶好の機会に恵まれたんだ。今張り切らなくてどうするよ。三好の奴らなんてあっさり返り討ちにしてやるぜ。あっさりとはいかないだろうが、お前の働きに期待しているぞ、三月。はあ、オイラは一体どうしたら。もしかしてこの局面をどう乗り切るか悩んでる？なら光秀さんにも相談してみたら。却下だな。あの堅物とは馬が合わねえ。それに出世がたきに花を持たせてたまるかってんだ。オイラはオイラのやり方でこの窮地を切り抜けるが、はあ、一体どうしたら。もう堂々巡りじゃないか。その高い向上心、無駄にすることのないようにね。もしそなたが明智光秀殿ですかな。私は松永久秀と申しまする。以後お見知りおきを。ああ、あなたが。俺は明智十兵衛光秀だ。こちらこそ。何ですかな、光秀殿。そんなに見つめられては穴が開いてしまいまする。いや、あなたによく似た個人と以前どこかで会った気がするのだが、気のせいか。では改めて久秀殿、共にこの宮城を打ち破り、義明様を守り抜こう。はい、あらかじめ私の方でも方策は練っております。何なりとお便りくだされ。な、不測の事態に戸惑う兵が多い中、久秀殿のような頼れる個人の存在は心強く思う。ではよろしく頼む。ああ、光秀殿、やはりそなたは再びまみえし奇跡に感謝せねばなりませぬな。本国寺は完全に囲まれちまった。くそ、オイラたちは一体どうすりゃ。落ち着け、秀吉殿。俺たちで対処するぞ。まずは侵入者の排除からだ。三好め、親父がいない隙を狙いやがって。俺の忍術で返り討ちにしてやるぜ。俺だって光秀さんたちくらいやれるんだ。とっておきをくらえ。今こそ三好が再び天下をつかむ時ぞ。どんどもかかれ。敵が次々と寺に。光秀、必ずや私を守れ。よいな。他の三人衆は我が理想の世に不要な異物。その最後を見届けるのも私の責務ですね。くぜいるか。身の程知らずめ。上様は我が命に代えてもお守りいたします。心強き同胞を失うわけにはいきません。急ぎお救いいたしましょうぞ。
我らは貨幣、いずれ押し切られるのは必至。金国のお味方を頼ってはいかがですか。ああ、忠告感謝する。ヒソヒデ殿、急ぎ諸将へ伝令を送ろう。なんとかなったのか。光秀の言う通り、オイラたちが頑張りゃ、ひょっとして。よっしゃ、いっちょやったるぞ。鉄砲隊、千秋様をお守りしろ。やつら、怪しげな動きをしておるわ。王が忍びよ、急ぎ阻止せよ。忍びだと、これでは先に進めぬ。六角にとどまった連中か。縁を切るにはちょうどいい。言ったか、諸将の到来まで耐え抜けば戦局に光明が差すが、信長殿の力を当てにできない今、我らの力で義明様を守り抜かねば。へへー、ざっとこんなもんよ。これならきっと親父の役に。張り切ってんな、美月のやつ。ちょっと、かたじけない。身どもは後方より上様をお守りいたそう。しかし、このような窮地を招くとは、信長殿は上様をお守りする気があるのか。いでよ、甲賀忍び、義明を討ち取れ。へぇー、太陽救援をよこすのだ。三好、六角、それに斎藤、上洛に際し切り伏せた者らがまさか徒党を組むとは。しかし、数で勝れど所詮は烏合の衆。義明様は必ず守り抜く。敵将仕留めた。力及ばずか。悔しいが、ここまでか。はあ、なんとかなったな。よし、ここの守りは任せたぞ。義明様に一っ子一人近づけんなよ。義明は寺の中だ。者ども、壁を打ち壊しなだれ込め。開門。敵の攻撃、さながらさみだれのようだ。だが、まだ屈するわけにはいかない。我らも斎藤殿に続くぞ。一気火星に攻め立てるのだ。任せろ。おいおい、また増援か。さすがにちょいと分が悪いんじゃ。このままで終わると思うな。不足なし、参れ。そらよ、敵将ぶっ飛ばした。急げ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。敗北条件変更。信長だと、奴は美濃にいたはずでは。信長殿、
美濃にいるはずのあなたがなぜここに。なんとかしのげたか。信長様も来てくださったことだし、さっさと終わらせたいとこだがな。ご無事ですか、義明様。金国の書をかき集めて馳せ参じましたぞ。開門。形勢逆転というわけか。まあよい、砦にこもれば指物信長も手は出せまいで。親父、来てくれたのか。俺の活躍しっかり見せねえと。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却がよい。みんな家計をしたください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。信長殿の加勢を得た今が好機か。任せろ。全軍攻勢に転じろ。追い風が強く吹いている。勝利は俺たちの手中にあり。追い方が次々とやられていく。俺たちは一体どうしたら。打ち切り。どんなもんよ。悔しいな。ここまでか。よっ、お手柄じゃねえか。敵将仕留めた。悔しいが、ここまでか。力及ばずか。哀れだ。みんな準備はよろしいか。放ちなさい。家計だと。くそ、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。ミスマス来たね。ならば迎え撃つのみ。勝利条件変更。造作もねえ。任せろ。父上の敵を討つまで。承知。俺は決して屈しはせぬぞ。大したもんじゃねえか。敵将ぶっ飛ばした。叶う相手ではなかったか。俺の全力。どんなもんよ。悔しいがここまでか。焦らせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。美月、どうした。息切って。なあなあ、俺今回
構やれたよな。光秀さんはどう思った？あ、鍛錬の成果がよく出ていたと思う。利光はどうだ？鍛錬を共にしたお前の意見も聞きたい。うん、荒削りさは未だ散見される。が、こたびは殿のお手を煩わせておらぬ。ゆえに旧大の出来と言えよう。本当か？あー、よかった。付き合ってくれてありがとな、光秀さん、利光。秀吉殿か。こたびの戦はとても助けられた。感謝する。いや、助けられたのはオイラの方だ。ありがとうな。あとはすまねえ。だがしかし、信長様の一番の右腕はこの羽柴秀吉様よ。お前には負けねえぞ、光秀。ああ、望むところだ。よかったね、秀吉。信長様は義明様への謁見を早々に打ち切り、仮御所より下がられたとのこと。何を考えておられるのやら。信長殿は一刻も早く都を再建しようとしているのだ。俺もそのことで信長殿に相談しようと思っていた。はっ、では某は先に戻っておりますゆえ。先の六条での戦、勝利こそ収めたものと、結局信長殿に助けられる始末。天下一新への道を切り開くため、俺もより一層刃を研ぎ澄まさねばな。あれは信長殿と姫様、鼻の下で一体何を。綺麗。ほう、この戦火を耐えたか。この無垢もいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない、光秀。だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには、乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一新なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切なものたち、もちろん機長、お前もだ。笑うか、らしくないと。ああ、笑うね。とんだお笑い草だ。みつき。けど、それでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な、機長さん。もう。信長め。なんだろ、そんな男よ。この私自ら副将軍に推挙してやると言うておるのに。もしや奴が真に欲しておるのは将軍の座か。そのために私を追い落とそうと。嫌だ、私はまだ死にとうない。兄上と同じ鉄を踏むのは嫌だ、嫌だ。上様、どうかお静まりくだされ。取り乱してはキャツらの思う壺やもしれませんぞ。何もご安心召されますな。
万事この三淵にお任せくだされ。